はい、では今回も図形と方程式の問題。こういうのは与えられたら必ず図を書くことです。代数的に答えは求まるの、これ証明問題ですから、代数的計算を必要とするわけですけれども、かといってそれだけでのできましたといっても、図形的意味ということをきちんと理解してないとあまり意味がないので、図形の的要素を有する問題っていうのは必ず出発点に図形があることわけで、そのことを大切にしていただきたい。で、まず三角形 ABC においてと言われているので三角形 ABC を書くと。で、大体三角形として一般的に若干二等辺っぽく見えるかもしれないけど、まあいいや。三角形 ABC というのを作りまして、その三辺をそれぞれ、向きに注意しつつ3対2に内分する。3対2って言葉を5等分して、そのうち3対2とか言えばいいわけですけど、まあ、図を書くときになるべく綺麗にこの内分点を取っておくと後々いいことはあるかもしれなくて、で、AB を3対2に内分する点を P とします。だからここ3対2と、で BC を3対2に内分する点を Q とします。で、CA を3対2に内分する点を、C から A の順番3対2でここあるとします。で、この時に B って私は何を言っていたんだろう。 DEF ですね。問題文を読んでないというなんか脳内処理をしていたことがバレてしまいましたが、DEF とするとき、三角形 ABC と三角形 DEF の重心はと言ってるので、まあ、DEF を作ります。この2つの三角形の重心が一致するということを証明してくださいという問題ですけど、で、重心って何だったかというと、重心は作図的にはどうやるかというと3本の中線の交点ですよね。から、A から BC の中点に向けての線を引く。これは、垂直二等分線でも何でもないわけです。中線っていうのは、1点とそれを含まない辺によるの中点を結ぶ線のことを中線という。で、2本目の中線、B から AC に引くと、それ交点ができますけど、交点ここできますけど、それが3本目 の、 C から AB へ の、 こうあの中線も通るという、から中線が1点で交わるということは証明が必要です。で、この点のことを重心と言います。あ、三角形 ABC の重心と言います。で、それに対して三角形 DEF の重心というものも当然 あるわけであって、それは独立に取れてなんかこんな感じになっていて、3本目がこんな、こんなんかな。で、そうすると三角形 DEF の中点もできます、重心もできますけど、この ABC の重心と DEF の重心が今等しいと、微妙にずれたっぽく、ギリギリ隣っぽく書いてますけど、本当は等しくなるということを証明してください。だから絵的に大体そうかと、まあ、もっと精密な図を描けば、もっとかなり一点ぴったりに近い形で重なるように描くこともできるはずですが、きちんと証明しようと思ったら代数的手続きが必要で、幾何的には多分重なるとかそういうことぐらいしか言えなくて、まあ、最初に発見した人そうやって発見したかもしれないけど、だからこの図を描いてももっと精密に描いたら多分もっと精密に重なるように見えるんでしょうね。だから証明というのはやはり代数的手続きが何らかの意味で必要になると。で、まあ、その方法、ここでは、座標を設定してやりますけど、ベクトル知ってる人はベクトルの方法でも証明はできます。で、あとは、直感的にこのことの意味を納得してくれてもいいんですが、だから、DEF っていうのを ABC に対してある種の対称性がある形で取ってますから、その対称性がある形で取った新しい三角形と元の三角形が、重心という意味で一致すると。いうことを何らかの物理的意味と捉えてくれてもいいんですが、あくまでそれは直感的レベルの理解であって、証明は必要だということ。そしてその直感的にもしかしたら当たり前だと思う人いるかもしれませんが、その当たり前を代数的に証明するということがここでの目標なので、例えばまあそんなこと言ったら三平方定理だって当たり前だし、多項式の展開と因数分解だって当たり前だけど、証明を演習山ほどやったわけです。それと同じことをここでもやると言っている。で、これを丁寧にやります。で、
ここでは座標を使っていくので、いつもの通り座標軸を設定していきますが、どんな風に設定するかというと、一般性を保ったままで、一般性を保つっていうのは三角形 ABC が任意の三角形でできるように。だからこれ三角形 ABC についての制約条件ないから、ABC は任意の三角形に対して成り立たないとダメなわけですよね。で、まあ、その任意の三角形 ABC に対して DEF の取り方はそれに依存した取り方になってますけど、だからまあ、三角形 ABC は図的には任意の形で書いたつもりであって、ここに座標軸を設定するのは、この一般性を失わない限りうまくやっていい。そしたらどんな風に座標軸を設定しようかと言いますと、まず、まあ、すでに何通りかやってきてると思いますけど、一本の辺に沿って座標軸一本取るのは、これ基本ですね。で、BC に沿ってもう取ってしまいます。数字。で、まあ、原点どこら辺に置いて Y 軸どんな風に定めようかっていうことですが、一般には BC が座標軸上に取って、来れても A はどこに来るかよくわかんないですけど、ここで BC を3対2に内分した点 E が原点に来ちゃうように狙います。そうすると A はどこにあるかわかんないから、もうこの座標は A スモール A のスモール B と置くしかない。で、B の座標と C の座標が符号マイナス1倍で、ここ3対2なので E が原点 O に来てるわけ で、そうするとある正の定数 C を使って、ここを大文字の C の座標を2倍の C の0と置くと、大文字の B の座標がマイナス3倍の C の0と表せます。なんでこれが嬉しいかというと、点 E の座標が00原点に来るからです。で、このことを使います。で、まあ、当然一般性のもっと一般の A を A1A に B をスモール B スモール B に C をスモール C1 スモール C2 と置いてももちろんできますが、例によって文字が多くなるので、これだったらあと何対何って内分点も全部3文字で表せてるから、3文字の多項式イコール3文字の多項式で証明ができるはずですよね。だからこのぐらいまでうまく座標を取っておいて、それが一般性を失ってませんと一言言い張るのが答案の作り方で、一般性を失うことなく右の図のように各点の座標を点 A の座標はスモール A のスモール B で、点 B の座標はマイナス3倍のスモール C の0で、点 C の座標は2倍のスモール C の0と置くと、でどっちから行こうかな。まず三角形 ABC の重心の座標は、X 座標が3分の1かける A の X 座標を足す B の X 座標を足す C の X 座標で、Y 座標も同様に A の Y 座標を足す B の Y 座標を足す C の Y 座標で、これの B とか C の座標をうまく取っておいたので、割と綺麗な形にまとまる。3倍の A-C っていう X 座標と、Y 座標が3倍の B と表される。で、重心の座標がこうなるっていうことは、重心を数学的にどうやって決めたかの3本の中線の交点であることから、だから現実的にはそのうちの2本だけでもう必要十分条件として決まってしまいますけど、それは幾何の定理から来てることであって、で重心の座標をいかに求めるかという、三角形 ABC に対してのその X 座標 Y 座標それぞれの座標の和の3分の1だから平均ですよね、が重心になっているということ、これはきちんと証明してできるようにしておいてください。で、これが物理的な重心からこういう平らな三角形、
均一な厚さの板で作って、あの三角形作った時にこの重心のところを指で押さえると板が平たく安定しますというのが物理的な意味での重心ですけど、これが何でかということ、あるいはあのこうやって数学的に定義した、これは数学の定義で重心って名前つけただけですから、あの何だかよくわからない何とか心とか使ってつけといてもいいわけですけど、物理的意味があるから重心っていう名前でわざわざしたんですが、そのことが本当か、あの物理学的に対応してるのかってこと、あるいは何でなのかっていうことについては、それはちょっと物理に任せます。数学では2あの3本の中線のが1点で交わるという定理があって、その1点のことを重心と呼ぶと。で、あの、そこから、その論理から出てくるのが座標の、あの、3点の、X 座標、Y 座標、それぞれの平均になっているということ。これを数学の代数的な定理として使えるようにしておいてください。まあ、ベクトルバージョンでもこれ式同じですよね。知ってる人は。